裸デバネズミは、哺乳抗月種目、デバネズミか裸デバネズミ属に分類される月種類。本種のみで裸デバネズミ属を構成する。エチオピア、ケニア、ジブチ、ソマリア。東道町10.3から13.6センチメートル。おな3.2から4.7センチメートル。体重9から69グラム。体表には、接触に対して、 感度の高い細かい体毛しか生えていない。俗名、ヘタセファラスは、変わった、頭部、変な頭部の胃。種商名グラベールは、無毛の、毛のないの胃。後身が、膝状で紋子の後ろで閉じるようになっており、穴を掘るときに土が、口内に侵入するのを防いでいる。体毛がないことや、環境の変動が少ない地中で生活するためか、体温を調節する機能がなく、 体温も低い。哺乳類でありながら体温調節ができない変温動物である。それによってエネルギー消費量を低く抑えている。気温が低くなると集団が幾重にも重なった上に子供たちを置いて保温する。染色体数は 2n イコール60。完全地中性10頭以上290頭以下の大規模な群れを形成し生活する。 口述するように本種は哺乳類では数少ない新社会性の社会構造を持つ。群れの中で一つのペアのみが繁殖を行い、群れの多くを占める非繁殖個体のうち小型個体は穴掘りや食料の調達を大型個体は巣の防衛を行う。群れの中の血縁度は高く、非繁殖個体がいる社会構造を形成したり群れを維持する要因になっていると考えられている。 門史で穴を掘り、講師を使い掘った土を後ろへかき出す。地表へ土を排出する際も、講師を使い勢いよく土を蹴り出す。複数の個体により穴掘り、トンネル内の土の運搬、地表への土の排出を分担して行う。60から70頭のコロニーで、長さ約3キロメートルに達する巣穴も確認されている。地中は、 温度の変動が少ないが体温が低くなると密集したり逆に体温が高くなるとトンネルの奥へ避難する植物食で地下植物や植物の根を食べる幼獣は成獣の排泄物も食べる捕食者はヘビ類が挙げられ掻き出した土の匂いを頼りに巣穴に侵入したり土を掻き出している個体を捕食する繁殖様式は耐性 群れの中で最も優位にある一頭のメスと、一頭、または数頭のオスのみが繁殖に参加する。妊娠期間は66から74日。飼育下では80日の間隔を空けて、幼獣を産み、1回に最大27頭の幼獣を産んだ例がある。野生下、飼育下でも、年に4から5回に分けて50頭以上の幼獣を産む。 繁殖メスが死んだ場合は、巣内が平和であれば、複数のメスの性的活性が活発化するものの、そのうち一頭のメスのみが急に成長し争いも、起こらずに2から3週間ほどで繁殖を行い新しい繁殖メスになる。そのため、繁殖メスによる化学物質が群れ全体に作用し、他の個体の繁殖が抑制されていると考えられ、 集団で排泄を行う便所での尿や巣内での集合場所で密着することでフェローモンを発散している可能性が示唆されている。授乳は繁殖メスのみが行うが、幼獣の世話は群れの他個体も参加して行われる。飼育下の寿命は15年以上で、繁殖メスでは最長で28年2ヶ月の生存記録もある。巣の中で生まれた個体は同じ巣に止まって、ワーカーや、 繁殖個体になることが多いので、巣内で近親交配が繰り返されることになる。そのため巣内の個体間の血縁度が非常に高くなる。これが本種の新社会性の進化を促したとする説がある。一方で、親による操作説の方がうまく説明できる証拠も示されており、議論が続いている。老化に対して耐性があり、健康な血管機能を維持できる。その長寿の理由は、 議論されているところではあるが、生活環境が厳しい時に代謝を低下させる能力があり、それが酸化による損傷を防いでいると考えられる。その驚異的な長寿ゆえ、裸でバネズミのゲノム解析に努力が払われている。裸でバネズミでは、25、非ドロキシビタミン D が血中で検出されないように、元来これカルシフェロールを欠損しているように見える。 完全に地中で生活しているので、太陽光に当たることはなく、体内でコレステロールからビタミン D が合成されることはない。裸でバネズミは癌に対して高い耐性を示し、裸でバネズミに癌が発見されたことはなかった。このメカニズムは一定のサイズに達した細胞群に新たな細胞を増殖させない過密遺伝子として知られている P16 という遺伝子が、 ガンを防いでいるものである。裸でバネズミも含めたほとんどの哺乳類は、P16 が活動するよりもかなり遅れた時期に、活動する細胞の再生を阻害する、P27 と呼ばれる遺伝子を持っている。裸でバネズミにおいては、P16 と P27 の共同作用が、ガン細胞の形成の阻害としての二重防壁を形成している。裸でバネズミは、 がん抑制遺伝子の産物である P53 タンパク質の濃度がマウスと比較して50倍も高く、血管等修復能力も高く、培養細胞の分裂速度が遅く、強い接触阻害を有する。裸でバネズミの産生するヒアルロン酸が、癌に対する耐性の一因であるという報告もある。裸でバネズミのヒアルロン酸は人や、 マウスなどの他の哺乳類に比べ5倍以上高分子で、さらに密度が高く、ハイマレキアラー、マスハイアリローナンと名付けられた。この HMM 波のノックアウト、もしくはヒアルロン酸分解酵素の過剰発現により眼感受精になることから、HMM 波の眼体制に対する関与が報告されている。現在では、飼育個体において、裸でバネズミの眼の症例が発見されている。 ただし、このことは裸でバネズミの高いが安泰性を否定するものではない。2017年4月21日付のアメリカの科学誌サイエンス電子版に発表された研究結果によると裸でバネズミは酸素がない環境で18分も耐え、大きなダメージも残らなかったという。無酸素状態になった際、通常の酸素呼吸とは別の仕組みでエネルギーを生み出したとみられる。 研究チームは心臓病などで無酸素状態になった際に起こる損傷を防ぐ治療につながる可能性があるとしている。チームはマウスと裸デバネズミを使い、それぞれ酸素濃度が5%と0%の状態において様子を観察した。その結果、マウスはいずれの条件下でも間もなく死んだのに対し、裸デバネズミは酸素濃度5%では5時間。 0%でも18分間耐えることができた。0%の状態では心拍数は大きく低下し1分間に50回程度になったという無酸素状態では裸でバネズミの体内で糖類の一種の加糖が増えていることが確認できた。通常時のエネルギー源であるブドウ糖の代わりに加糖を使って脳や心臓といった生存に関わる組織にエネルギーを 供給していると考えられる。ありがとうございます。